あ、はい、あのレッツサポートお久しぶりだったと思うんですけど、はい、そうですね、今日いかがでしたか。そうですね、単純に、試合でも再スタクルのが機会なくなっちゃったんで、何年ぶりですかね、本当に 4,5 年ぶりだったんですけど、やっぱりいいですね、雰囲気はすごい変わらず。いやだから久々 でやっぱりなんだろう、ちょっとドキドキもしてたんですよ、再スタに来るってなるとどういう風な感じなのかなっていうのも。でもすごいスタンドから名前呼んでくれる人とかも、手振ってくれる人とかもいて、すごい嬉しかったですね。いつこういう瞬間訪れるのかってずっと思ってて、はい、もうあのケイタさん、長谷部さん、はい、その前に山瀬さんがいるっていうトライアングル、はい、一回2006年のあのオシムジャパンの時、はい、ありましたね、あの3人の組み合わせ本当に大好きで。あ、そうなんですか、ありがとうございます。なんか今日やっとこういう日が来たなって今日思ったんですよ。そうですね、いや僕にとってもあの時のサッカーだとか、まあ、やっぱり思い出深いのものの一つですから、まあ、これでね、長谷部がいたらまた、ね、より近くなって面白かったかもしれないですけどね。いやでも本当に、うん、単純にこう再スタでなんていうんですかね、まあ、今日は本当に勝ち、普段のリーグ戦とは違って勝ち負けとかっていうよりはね、やっぱりみんなで楽しくっていうことだとができたんで、それはすごい嬉しかったですね。あのレッツ優勝したのって2006年 で、はい、2007年 ACL とか優勝してて、はい、山瀬さん2007年なんかとんでもない左足のミドル最高マスターチップでやっぱ強かったのはそうなんですけど、やっぱ一番僕が好きなのは2004年のセカンドステージのあの、あ、そうですか、最初のあのね、あのベルディ戦とかちょっとね、新潟戦なかなか思い出したくなるんですけど、はいはい、そうですね、懐かしいですね。この再スタってどういうところですか、うん、山瀬さん。いや、やっぱり特別な場所の一つです。まあ僕がいた時、まあ、今もそうだと思いますけど、常に毎試合、僕がいた時で 3,4 万入ってたのかな、やっぱ多分それくらい入ってたと思うんですけど、試合の時にやっぱり3万人4万人っていうサポーターに後押しをしてもらえるってなかなかないですからね。力にもなるし、その雰囲気っていうんですか、でまたその一つ一つのプレーに対してのリアクションってすごい大きいじゃないですか。それもまたやっぱりこういいんですよ。やっぱ離れて分かるところ、いやそれは当然あります、あります、はい、でその例えば点を取った時の盛り上がる、そうあの雰囲気もそうですし、それだけじゃなくて、何か一ついいプレーをした時のこうおーって、ね、スタジアムが湧く雰囲気だとか、やっぱりすごいその海外サッカーとか見ててもそうですけど、似てますよね、本当に海外サッカーの雰囲気に。やっぱりそういう意味ではなかなかここまでの雰囲気を味わえるスタジアムっていうのはないですから、そういう意味では本当にすごい思い出には残ってます。今日一番僕注目したのは山瀬さんですよ。いやいや僕に注目しちゃダメですよ、今日は。今日はケイタに注目した、まあ、ケイタさんに注目しちゃって、その次という意味でケイタさんとの思い出などを含めてですけれども、はい、改めてそのあたりでいかがですか、ケイタさんに対して。やっぱまずはね、お疲れさんとは言いたいですけど、ただね、まあ寂しいっていう思いもあります。やっぱり同い年でずっと一緒にやってて、でなおかつやっぱりまだまだ現役でできるだろうっていう思いもあるし、ただまあそこはね、いろんなことが、まあ、あっての決断だと思うので、ね、それはもう本当に、まあ寂しいなっていう思いはありますけども、でもやっぱり
今日こうやって一緒にプレーできたっていうのはすごい楽しかったですし、でなおかつやっぱり、ね、引退試合にこれだけのサポーターの方が集まってくれたっていうのはやっぱり彼が築き上げてきた実績であったりだとか、なんだろうだけじゃ、まあ、そのプレイヤーとしての成績だけじゃないその人柄っていうんですかね、そういったものに尽きると思うんですよ。で改めて啓太のその凄さというかっていうのを、まあ、目の当たりにさせられましたよね本当に、うん、だからやっぱ羨ましい、まあ、こういう風なことができるその引退試合っていうものがこれだけの雰囲気の中でできるっていうのは羨ましいなと思いつつも、やっぱり逆にすごいなって、ここまでのことを人を集めれたあいつの力がすごいなっていうのは思いますし、でそういったものをまたこれから日本のサッカー界のためにまあ間違いなく還元していってくれると思いますし、で僕も、ね、いつかは同じように引退する時が来ると思いますし、で、まあ、そうなった時にね、まあ、啓太と同じようにサッカー好きの一人なので、まあ、日本のサッカーのために何かできることがあればなっていう思いもありますので、また、ね、そうやって今度フィールドが変わったとしても一緒にできることもあるかと思うので、またその時に何か一緒にやれたらいいなとも思いますけど、あのブーイングとか本当に大好きなっていうのと、ものすごい期待してる思いが強かったのが、はい、いやそれはもう分かってます、はい、本当に、ね、まあ本当に何も思ってなかったら何も無関心でいますからね、そこそれを本当にもう逆に僕はしっかりと受け止めなきゃいけないと思ってますし、今も思ってますし、だから逆にねそれが力になる部分もあるし、でもそれがあるとともに、まあこうやって今日来た時に、普通に手振って声かけてくれるサポーターの方もいるってことをもう改めて、まあ、見れてすごい嬉しかったです。これからもまだ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 本当楽しみにしてます。そうですね、はい、頑張ります。はい、楽しみにしてレッドサポーターに一言何かあるでしょうか。また、まあ、今は福岡で、プレーしてますけど、今年なんとか J1 に昇格してまた再スタで、まあ、浦和サポーターの皆さんの前で、プレーできるように頑張りたいと思いますので、まあ、その時はまた温かい、ブーイングと、まあ、拍手もしていただけたら嬉しいなと思います。いずれあの浦和のキングってまた歌える日楽しみにしますけど、まだ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 先なんでね頑張ります、はい、はい、ありがとうございます。